汗汗しながら、あ、髪ね、今ね、とりあえずすごいね、早いね、気づくの。すごい、ごめんなさい、1分遅れた。1分、え、17時、19時って書いてたよね。大丈夫だよ、びっくりした。はい、ちょっと不安になっちゃった。こんばんは。ちょっと集まるまで待ちますわ。待ちます。多分大丈夫か。赤ちゃんではないぞ。なんか赤ちゃんではないぞ、別に。髪の毛を整えてきました。はい。髪の毛を整えてきました。めちゃくちゃナウ。タイムリーで。ありがとう。これ短くないんだよ。一応、スイッターはスイッター、ちょっとね、髪の毛伸びすぎてて。多分最近の写真見てたら、長えなって思ったと思うんだけど、はい。伸びすぎてたから、ちょっと、はい。ウェブショーか。公式も見始めてくれた。お久しぶりです。配信お久しぶりです。こんばんは。ね。めちゃくちゃね、髪いい感じになった。ほんとタイムリーだからさ、襟足は伸ばしてるから、そう伸ばしてるのよ。マー君ありがとう、見てくれてる。マー君どこにあったの。マー君気づかなかった。俺これ不得意なんだよな。マー君どうやってこれさ、みんなさあれしてんの。ごめん1分遅れた、ごめん、遅れました。結んでないよ、まっすぐだよ普通に。襟足今伸ばしてるの。襟足を、襟足伸ばしてるんすよね。そう、イメチェンです。イメチェン、なんかもうずっと同じ髪型だったなと思って。あ、そう、ナタリーのやつ見てくださいました。音楽ナタリーとのやつありがとうございます。踊ってますから。それこそエビダンザライブで一緒にやった、サイファーやってくれたメンバー、結構エイクとか見ました。アロハとかもそうだし、アロハエイク、あとゲンジブのナガちゃんと、あと他誰かいたかな、すれ違いもあったから、あ、あと大地ね、大地ミルクの大地とか、そう、ミルクの大地とかね。あれまだもう上がってたか、やっぱ一日ずごと上がってるからね。なんかちょっとフリーダンスがめちゃくちゃちょっとはぁって感じだったけど、はぁって緊張してましたけど、楽しみにしてて。え、エイクなんだ。いや、エイクでしょ、エイクじゃないの。ナガちゃんとは呼んでないんだけど、うん。ありがとう。メモメモじゃないの、長ちゃん呼びメモって、たまたま今そういう気分で言っただけで。そう、りょうちんね、りょうちんとも呼んでないけど、うん。なんて俺呼んでんだろう。そう言われると、そう、 ありがとうございます。普通の声がイケボって言ってくれるの、ありがとう、うん、嬉しい、ありがとう。みんな花粉大丈夫？結構今花粉やばいよね、本当に。そう、最近花粉がやばいですからね。新世界、そう、今日からブルーレイ新世界出ました。あの去年行った12月に行ったライブの、新世界ニューワールドっていうライブをちょっとやったんですけど、そのライブの映像を収めたブルーレイが今日何度出ました。しかもそのブルーレイ見て、それこそ、自分のその、キラリやってるんですけど、その、ムラランドという、かわいい、自分の、FC やってるんですけど、そこで、来てくれてるというか、入ってくれてる、入園してくれてる方々は、多分、その時見たとか、多分ツイートもしたかな？ツイートもしたと思うんだけど、めちゃくちゃ良かったよ。自分が出てんのになんか言ってんのおかしいんだけど、そう。すごいよかった。まさ何今、まさひろなんて言ってんの、うちの俺さ、俺さ、ちゃんとさ、見つけられないのがよくないんだよね。コメント見てるはずなんだけどね。そう。だからめちゃくちゃそう、
すごい良かったんで、ぜひともね、あのブルーレイ鑑賞会お友達としてくれたら嬉しいなと。お友達でもいいし、一人でもいいし、家族でもみんしてくれたら嬉しいなと思ってます。コメント見たらピースしたよ。OK。あ、見え、一緒しちゃった。そう。コメント見てたから。そう。今日メイクしないの。ごめん。もう先にちょっとだけした。ちょっとだけ。ちょっとだけした。ほんの簡単にね。めちゃくちゃ3分ぐらいで。したよ。一応ね、簡単に。超簡単に。今日はメイクしない。ごめん。ちょっともうライブ、ごめん。あの、ライブ前ありがとうね。拾ってくれてコメント。嬉しい。そう。ちょっとやっぱ、こうやって、表に出るときはやっぱちょっとだけこうやっぱやんなきゃじゃん。ね。そう。だから。で、もうすぐライブだし、ライブのリハもどんどんやっていく中で、ちょっとそろそろなんか、もうすぐもうあと2週間もないのよ、ライブ。そう。だから2週間もないんで、ちょっとそのライブ前に、マネージャーの T 君が指令して T 君が名前は出てないからいいじゃん。さらっと吐きようとしてるんで。最近ゆき君を兄弟で好きに、おー、ありがとうございます。兄弟で好きになってくれてるの嬉しいよ。ケンシン君が髪型、おい、ケンシン見てくれてるのありがとう、嬉しいよ。すごい、年末だよ、もう年末年始、怖くない？あっという間だよ。ケンシンありがとう。なんかケンシンこの前すごい、それこそ、テイトーさんの音楽フェスの時とかにさ、ある時の前か、テイトーの音楽フェスの前の運動会あったじゃないですか。運動会の時に喋りかけてくれて、で、ケンシンがすごい、めちゃくちゃゆきくんと話したいんですよって言ってくれて、すごい嬉しかったんだよね。このなんかやっぱ、いろいろね、お互い、熱い思いがあると思うし、多分思ってることもたくさんあると思うから、またいつでも相談してください。ケンシン待ってるよ。相談してね。そう、あ、そう、 TikTok も撮ってくる、そう、嬉しい。そう、これでね、ちゃんと本当にワンエンのみんなと撮った気がする。 TikTok ほぼみんなとちゃんとね。俺結構ケンシン君撮ってた。ほっぺはどこまでも伸びません。結構ね、ほっぺ、わりかしシュッとしてき始めたと思ってはいるんですけど。すいませんね、お餅好きの方は。はい。多分もう見てない、やめてよ。そういうなんかちょっと、多分見てなそうだけど、確かに。ライブの時までにゆきさんの髪色どうなるか楽しみ、楽しみにしてください。序章ですから、これは。ただただ整えに行ったということだから。今日は。うん、まあ、何色にするかとかさ、そういうのは楽しみにしててよ、ライブまでにね。ね。楽しみにしててください。あ、バースデーグッズもね、そうなのよ。進めていかないと、もっと。もうすぐだからね、言うてもあっという間よ。怖いね、もう、あさってでもう12月でしょ。マジで終わりよ、もう。2023。終わります。もうすぐ。あっという間だったよ。お。いいね。それぞれ赤で来てくれたり、髪色、ありがとう、髪色可愛いって言ってくれてる。あ、襟足結構好評で、ちょっと嬉しいな。ありがとう。缶バッジ欲しいとか。缶バッジとか確かにいいね。確かに缶バッジとかもいいわ。お、お母さんちょっと急好きになってる、ありがとう。2023わらじゃないのよ。いいでしょ、別に2023って。告知ごとで意外と2023っていうことが少ないのよ。2023が多いのよ。うん。そう、ウルフ風よくわかったですね。わかったですねって、なんか日本語おかしいけど、よくわかったね。そう。ウルフを意識して切ってもらいました。そう、ウルフカットにしたいです。って。お尻クッション欲しい。そう。なんかね、もう俺、的には、生誕グッズはちょっと飾ってもらえるようなものにしようかなとか思ったり、いろいろちょっと言ってはいたけど、いろいろなんかちょっと豪華に飾れるなんかものにしたいなとか思ってる。アクリル的なね。
なんかちょっとそういうのをちょっと考えてる。ありがとう。そう、ナタリーさんのやつのめちゃくちゃ良かったよね。メイクさん、あれ、初めましてじゃないか、二度目ましてかな。普段の方じゃなかったんですけど、めちゃくちゃすごかった。もう、爪から、コンタクトから、カラコンから、髪の毛も結んだりとかもしてね、メイクから全てがめちゃくちゃなんか、ね、今までいない自分がいた感じがして、すごく新鮮で楽しかったです。ね、画伯いらないでしょ、俺の絵なんて。子供と二人でちょっときありがとう好きってね。そう、写真立ては昔やったね。最近買ったもの、ハーフアップ結構嬉しいね、好きって言ってくれるの。中国済みになるから中国で、やばいね、中国済みってなかなか、頑張ってね。いやー、ぜひ中国でライブできるように頑張ります。そしてその時までには、ちゃんと、喋れるようにね、ある程度日常会話ぐらいは喋れるように、ちょっと練習しなきゃ、中国語。ね。シェシェ。そう、事務所に賑やかだよね。とか言って、なんでよ。まあ、さっきマネージャーいたけど。そう、撮れたい修也さん面白すぎた。撮れたいも見てくれてる。そう、結構、すごいそういう、ん？何？私は中国済み。あ、そっち？中国地方ね。東京や、それは。そりゃ東京や。中国地方でも、中国って書いててもそこ地方が入ってたらもうそりゃ東京や。インフルエンザ。あ、そう、インフルエンザ今流行ってるから気をつけてね。めっちゃ流行ってるから。マジで。僕も予防接種受けてるんで。まあだからといってならないわけじゃないんだけど、なんかみんな、ほんと予防してね。ほんと、めちゃくちゃ流行ってるらしいから気をつけて、ほんと。そう、わりかしね、ほんとに、いつの間にかね、コロナだと思う。コロナが流行ってたらいつの間にかインフルになってるし、インフルもコロナもね、同時進行っぽいから、気をつけてね、見てくれてるみんな。ね。鼻がグズグズ。ね。花粉やばいね。そう。命大事に、そうだよ。命大事にしてね。気づいた？この T シャツ、何か。これね、この前、イブくんのライブ見に行った時のグッズです。イブくんの。可愛くない？グッズが可愛いのよ。グッズが私服で着れちゃうっていうのがやっぱいいなーって、やっぱ見ててすごい感じて、ね。イブくんの花嵐っていうね、ライブがサイスパーであったんですけど、イブくんのライブを見に行ってきた時のものです。可愛いよね、ほんと。そう、すごいよ。お袖の形可愛いね。俺が勝手にね、花嵐っていうタイトルじゃないですか。だから花を意識してフレアっていうの、フレアっぽくこうふわっとしてる袖にしてんのかなとか思ったりして、すごいなんかこだわりというか、めちゃくちゃ感じられてかっこいいな。たまわりのこと。そう、たまわりです。そう、大地見に来てよ。ありがとう、大地。大地大地のソロのやつ楽しみにしてよ。お、大地コメントしてくれてたの、ありがとう。大地、大ちゃんなんてコメントしてくれてたのかい。なんですぐみんなわかるの、コメント。なん、全然ね、わかんないんだけど、そこら辺まだまだだよね。インダイ慣れてないから、ね。お腹空いてる。今日何食べたの？みんなは。てか何食べるの？めっちゃ腹減った。そう。今日ポチポチ言いませんよ。ね、ちょっと。変な振りやめてください。言っちゃうかもしれないから。本当。次いつ TikTok あげますか？ごめんね、TikTok ね。あげたい、あげるよ、あげる、ごめんね、今ちょっと、ごめんね、ば、あげる、あげるよ。そう、時間的にもう食べない、早くない？まだ19時だよ、えらいね。なんかめちゃくちゃお腹すいたよ。最近ゆきくん好き、ありがとう、嬉しいよ。うどん食いたいな、牛丼食べたらいいな、キムチ鍋いいね。
さあ、この時期になってくると鍋がいいのよね。寿司にね。最近寿司めっちゃ俺好き。カレーが一番好きだけど最近。カレーがもう今トップにいるわ、ずっと最近。何かしらカレーって文字見たらカレー食べたくなっちゃうんだよね。うん、カレーの次に寿司だな。で、ハンバーグだな。うん、こんな感じです、俺の今の。どうでもいい情報。吉野家でバイトしてんの？いいね。牛丼大好きだよ。めっちゃ食べに行きたい。シャインマスカットもう終わってきたんでしょ？時期俺全然今だと思ってた旬。もう今終わりかけてるんだね、旬。親子丼も好きだよ。親子丼好きなんだけど、もう今の俺の、レコメンじゃなくてなんていうの？そのトレンド？トレンドフードは今のなんだよ。今のなんだよ。うん。イントネーションおかしいな。今日給食カレーだった。うわ、いいね！給食カレーだったの。いいね、いいね。美味しそう。給食のカレーっていいよね、また。わかる。なんかパンとかなんはないか、さすがに。ご飯かな。パンのパターンもあったし。そう。そう。今仕事、お疲れ様。どこのカレーが好き？俺めっちゃいろんなカレー好きなんだけど、インドのカレーだったらもうめっちゃみんなが知ってるレベルの、あれだけど、ターリーっす。ターリーのカレーのバターチキンカレーに、ナンをゴルゴンゾーラチーズナンにして、蜂蜜をつけて、バターチキンカレーと蜂蜜のそのゴルゴンゾーラのちょっとこう癖のあるナンを食べながら食べるっておかしいな。食べるのがすごい好きなのよ。めっちゃ美味しいのよ。甘辛じゃないんだけど、そう、好きなんだよね。うん。っていう話。ゴルゴンゾーラ、普通のチーズなんじゃダメなのよ。なんかゴルゴンゾーラのあの臭みというの、あの癖がやっぱいいんだよね。臭みっていうの、臭みじゃねえか。癖？うん。味のあの癖の感じがいいんだよね。あの苦味っていうのかな。そう、あれが好きなんですよ。お母さんのカレーが一番好き。わかる、それは。うん、そう。ほんとそう。ごめんなんか言って。タリーとかなんかいろいろ言って。そう、一番、そうね。一番はそうだよ。ピアス開いてないんだよ、こう見えてピアス開いてないんです僕。こう見えてね。そう、わかる。そう、臭みっていうなんてあのさ癖あるじゃん。ゴルゴンゾーラはちょっとこうに苦味っていうのかな、あるんだよ一癖。普通のチーズなんとは違って、最近甘口か辛口派ってがあったんだけど、カレーはマイルドから、1からぐらいまではいけるレベルになりました。うん、辛すぎるとやっぱちょっとね、お腹ヒエヒエしちゃうんで、ヒエヒエしちゃうんで。はい。割かしやっぱそれぐらいがちょうどいいっす。でも辛いの別にね、苦手じゃなくなってきたよ。マジで。うん。お母さん徳島県にいてるよ。徳島、いらっしゃるんですね。楽しんでいてください。ね。雰囲気違う？そう。髪の毛が変わった、美容室、サロンに行ったからさ。サロンに行ってきたからさ。そう。甘辛と、中辛半々くらいにしたら美味しいです。ドライカレーもいいね。私も甘口しか食べられない。そうね。辛いのがね、そう、好きな、癖になるのはわかるわ、めちゃくちゃ。あのね、なんて言うんだろう。刺激がね、欲しくなるのはね、わかる。うん。サロンか。言い方違う？サロンじゃなくて、サロンに行ってきた。サロンに行ってきた。うん。よし。じゃあ、中辛食べるってこと。そう、中辛か甘口。まあ、大体甘口が8割、中辛2割ぐらい。いや、もうね、やっぱ、ライブ近いわけで、リハーサルをたくさんしてて、その中でやっぱなかなかね、行けなくなってくるのよ。その髪の毛だったり、そういうメンテ的なやつ。そう。やっぱ舞台立つ時にやっぱ一番、なんて言うんだろう、いい姿でみんなに見てもらいたいから、やっぱそこはね、そう。空いてる時間を見つけて、とにかく行くっていう今状態なんで、バタバタちょっとしてるんだけど、そう。ね。サロンで決め顔草じゃねえんだよ！おい、コメント。いいんだけどね、全然。うん。ありがとう。そう。
でもうライブ近くて、タイムっていう今回ライブじゃないですか。で、サブタイトルが Truth Identity Making Error っていうタイトルなんですけど、まあ本当に、マジで今回のライブは、今までとまた、毎回そうなんだけど、なんかまた違う本当にライブになるなっていう風に思ってるし、なんて言うんだろうな、本当にタイムっていうタイトル通り、時間ってものをすごい感じられるライブになるなっていう風に思ってます。セトリはもう決まってないとやばいのよ。だいぶ前に決まってます、セトリは。ちょっと変更とかはやっぱちらほらあるけど、でも、もう決まって、リハーサルもやりながらも、はい。いや、まあでもまだまだね、やんなきゃいけないことたくさんありすぎて、ちょっと今焦り始める時期なのよ、この時期って。ピリピリするのよ、自分自身でも。そう。だからね、ほんとそこら辺、今ちょっとモードがやっぱライブなんで、ライブモードになってるから、ちょっと本当に、なんて言うんだろう、このやっぱライブ前のこの感じですね、今。あ、年末のライブ始めるとこうなるんだよ、いつもっていうマインドのゾーンに入ってます、今は。だからそれこそこうやってセットリ組んだりとか、ライブのこう、リハとか見ていく中で、自分ももちろんそのプレイヤーというかそのステージの上に立つ人間なんだけど、すごい客観的にこうやっぱ見ていく中で、すごいなんか自分の中で思いってものをこう乗せて作っていくわけじゃないですか。で、その中ですごいなんか今回のライブはなんていうの、本当に今までちょっと好きだった人で新しく好きになってくれた方ももちろんなんですけど、すっごいなんか刺さるライブになるんじゃないかなって個人的には思っております。なんか、すごいね、いいのよ。自分で言うのはあれだけど、そのできたらね、完成形が 100% になった時はめちゃくちゃいいライブになるなっていうもう自信があるんで、すごい楽しみにして待っててください。ね。セトリ気になるでしょう。言わないけどね。楽しみにしてて。そう。いやーもう本当にね、そういけない方も、あの配信はあれか、25か。そっか。見れない。でも、あるかな。ある、ごめん、俺そこら辺ちょっと全然、ごめん、把握してなくて。そう。ごめんね、把握してなくてそこら辺。はい。楽しみにしてて。今回、そう、こうやって見てくれてるのは、きっとちゃんと告知をストーリーで前もってできたからだと思ってます。ありがとう、遊びに来てくれて。ありがとうね。そう、ライブ前って緊張するっていうか、ライブ、ほんと直前が一番緊張する、その、当日入りが一番緊張する。で、その前はずっとソワソワしてる。25じゃないの、ごめん。なんかいろいろごめん。そう。そこら辺はごめんね。あ、10日も配信あるね。あ、そう、10日の配信のことでした。はい。アーカイブ残りますか？アーカイブ残そうかな。あと5分ぐらいだから、これ。そう。これ終わったら、その自分のキラリの方でも配信をちょっとするんで、よかったら遊びに来てください。そう。だからもうちょっと本当にね、感動して泣いてんのよ、もう何回かライブ見、もう初めてかもしんない。自分で、こう、自分が立ってる、なんて言えばいいんだろうな、その、いろいろなんかちょっと変に伝えると、ネタバレになっちゃうから、だから、あれなんだけど、その、すごい見てて、なんか自分の中の、こう、理想のものというか、こう当てはめたいなっていうところがあるわけですよ。ってところが、なんかこう、パッてはまる瞬間があったんですよ。リハをしてて。その瞬間もう本当に最近なんかやっぱわかんない。年なのかわかんないけど、本当に涙腺が緩くて、すっごい感動しちゃって、自分の中で。なんかいいなーって、好きだなーって思ってるんすよ、最近。本当。9人の、それぞれのメンバー、9人自分も入ってるわ。8人のね、メンバーのみんなの輝きというか、なんかいい、本当今、いいんですよ。すごいね、今のグループ超特急はすごい輝いてるなって思います。だからぜひみんな楽しみに見てください。すごいよ、グ
雰囲気だったり、本当日々ね、今のグループ超特急は本当にこう日々こうなんて言うんだろうな、前進するためにみんながそれぞれコミュニケーション取ってるなっていう印象がすごいあるな、うん、だからそう、もちろん元々いたメンバーのみんなもそうだし、こう新しく入ってくれてた、めちゃくちゃ心強い4人のねメンバー、シュウ、アロハ、マサヒロ、ハルの4人も含め、なんかすごいね、今いい相乗効果も我ながらも、うん、いいんですよ。なんか葛藤してる感じが、葛藤しないともう終わっちゃうからさ、停滞しちゃうじゃない何事も。でも何かをこうとにかくこう発信だったり、こうしていくああしていく試行錯誤したりかっていう時間ってめちゃくちゃ俺大事だと思ってるから、それがなんか自然と起きてる今の状況ってめちゃくちゃいいなって肌から見て思います、思います。何目線なんだろう、思うんだよね。そう、だからすごい自分はこう今ライブ作り制作ってところに、その全てを僕はまあなんて言うんだろう、まあ担当というか、まっとう自分の中でのなんて言うんだろうな、役割だと思ってるから、なんかそこは今すごいやってる中でちょっといろいろ他見えなくなったりすることもたくさんあるんだけど、でも他のメンバーみんな一人一人が支えてくれるし、いろいろ違うことをねしっかり輝いてくれてるから、それぞれが、だからすごいね、いいのよ今、楽しみだから年末のライブ。ただ時間が少なくて今めちゃくちゃ焦ってるっていうことだけは伝えておこう、うん、そう、それだけはあれ。そうだからね、ぜひとも楽しみに。今さら来たの渋谷、まあ、まあいいや、そう、ありがとう、まあ、見つけられたわ今、渋谷見つけられたわ。そうだからちょっと楽しみにしててください。ということでね、スクショタイムどうする、スクショタイム最後になんかするか、どういうポーズ撮ってほしい、どういうポーズ撮ってほしい、コメントして、楽しみ、バスタオル必要、そんなにいらない、あでも寒いからバスタオル必要かも、無音だけど可愛いってどういうこと、聞こえてるじゃんこれ、あそっちが無音ってことね、そう、オクタン、オクタンなんでオクタン、エーペックスじゃん。ハッペ、もう今スクショタイムね、じゃんオクタン、ハッペ、ルダートって何、ごめんちょっと待って、ルダートポチポチポーズやめろ、 できるけどね、別に言わなきゃいい話だから。シナモン、雪メロはってこれあれがあるから成立するんだよな、レイスで、レイスはクナイ持ってないと、クナイ持ってないと、ウサギ、はいウサギ。はい、ねえ、ルダほっぺ、ルダが分かんなくなっちゃってんだけど、急にルダ分かん、エアハグ、はい、エアハグ、はい、テヘペロ、わ、久しぶりだね、テヘペロ。できないかも、恥ずかしくて。できない。恥ずかしいな、テヘペロできないわ、もう今。猫耳って何、わかんねえわ。タイムポーズって。これだ。T だ。T。こういうこと？見てる？おじまいしよう。なんでそんなの関係ねえ、急に入る。おっぱっぴするか？おっぱっぴ。急におっぱっぴするじゃん。どうしたの？シュウヤピースなんだっけ、なんだっけな、シュウヤのピースなんだっけな、あるんだよね、なんだっけな、どこへんだっけな、こうだ、違う、それギャルピーか、シュウヤピース。ごめん、全然スクショ取れない、まあこんな感じですわ、はい、ひき肉です、ありがとう。アロハポーズはもう、ロコ。
コーマイネームみたいになっちゃう。ね、ありがとう、もう終わり。ありがとう、もう終わり。うん、ありがとう、終わり。ありがとう、終わりだよ、もう。うん。ありがとうね、本当に久しぶりの配信だったんですけど、ちょっともっと本当はなんか多分自分の中では、なんかこれをやろうと思った時はちゃんとあったんだけどね、気持ち的にすごい伝えたいことがたくさんあるなと思って、言いないしようと思ってたんだけど、なんかやっていくうちにちょっと、ごめん、楽しくなっちゃっていろいろ忘れちゃった。ごめんね。横飛び。ごめんね。はい。だからまた、配信もね、するんで、ぜひ、チャンネル登録しかないから、あれだ。フォローもね、してない方はしてください。だったり、あとは、いいねとかもあるのかな。うん。あとは、なんか、たくさん超特許を拡散してください。はい。ありがとう。ね、そういうことよ。だからこの後キラリ行くんで、もしキラリ入ってくれてる方だったり、悩んでる方、遊びに来てください。ね。ということで、アロハもありがとう。ポチポチポチ言わないよ。うん。やめて。なんでポチポチ閉めてって、おい。ボッって言うか、アホアホ、知らない方は、なんかちょっと逆になんか気になってググられても恥ずかしいから、ごめん。うん。ということで、またね。じゃあ。おっつ。